拡散医薬とは天然型ヌクレオチド、または化学修飾型ヌクレオチドを基本骨格とする薬物であり、遺伝子発現を介さずに直接生体に作用し、化学合成により製造されることを特徴とする。代表的な拡散医薬にはアンチセンスオリゴヌクレオチド、ナイ、アプタマー、デコイなどが挙げられる。拡散医薬は化学合成により製造された核酸が、 遺伝子発現を介さずに直接生体に作用するのに対して遺伝子治療薬は特定の DNA 遺伝子から遺伝子発現させ何らかの機能を持つタンパク質を算出させる点が異なる。核酸医薬は高い特異性に加えてメッセンジャー RNA やノンコーディング RNA など従来の医薬品では狙えない。 細胞内の標的分子を創薬ターゲットにすることが可能であり、一度プラットフォームが完成すれば、比較的短時間で規格化しやすいという特徴がある。そのため、核酸医薬は低分子医薬、抗体医薬に次ぐ次世代医薬であり、癌や遺伝性疾患に対する革新的医薬品としての発展が期待されている。核酸医薬の分子標的薬内での位置づけを述べる。 分子標的薬は、ある特定のタンパク質や遺伝子に特異的に結合し、その機能を制御する治療薬である。分子量によって、低分子医薬品、中分子医薬品、高分子医薬品に分類される。高分子医薬品の代表例は、モノクローナル抗体であり、中分子医薬品の代表例は、拡散医薬である。高分子医薬品には、タンパク質や抗体、 PEG などの高分子を結合させた高分子化した薬などがある。最も代表的な分子標的薬はモノクローナル抗体である。抗体は分子量 150kD で高い得意性を示すが細胞膜を通過できず細胞内タンパク質をターゲットにできないという弱点がある。モノクローナル抗体は1986年に アメリカで人移植後の急性拒絶反応に対し承認された、ムロモナブを景気に様々なモノクローナル抗体が、臓器移植後の拒絶反応、悪性腫瘍、自己免疫性疾患に対して承認された。注射時反応や中和抗体出現などの副作用を克服するために、抗体の種類がマウス抗体から抗原結合部位に関する部位のみをマウス由来とし、 その他の部位を人由来の生体材料に置換した、モノクローナル抗体への改良が進み、すべての材料を人由来とする人抗体、また異グの定常領域と受容体、細胞外領域などの機能性タンパク質のリコンビナント融合タンパクが作成されるに至っている。2017年現在日米で承認されている、モノクローナル抗体は50種類を超えている。当初は、 悪性腫瘍や自己免疫疾患が対象であったが、その後、感染症や脂質異常症など対象疾患が拡大している。モノクローナル抗体は、血液の関門を通過できないことから、神経疾患への応用が遅れていた。経路は不明であるが、モノクローナル抗体を全身投与すると髄液内に、微量のモノクローナル抗体が検出される。低分子薬品。 または低分子化合物とは一般的に分子量500以下のものと定義される。分子標的薬として低分子化合物は細胞に発現する受容体、増殖因子、シグナル伝達系を標的に結合し、血管申請、細胞周期調節、増殖シグナルを抑制する作用基準を有する。低分子化合物はモノクローナル抗体と異なり、化学合成や、 蛍光投与が可能である利点がある。また、得意性が低いため副作用が問題になることが多いが、科学合成技術の進歩により1990年代後半から低分子化合物による分子標的薬も開発されるようになった。代表例は、慢性骨髄性白血病の治療薬である、イマチニブである。また、アルツハイマー病の治療薬であるドネペジル、ガランタミン、 リバスチグミンは低分子化合物の分子標的薬である。これらは血液の関門を通過して作用する。他には関節リウマチ治療薬のイグラチモド、トファシチニブ、多発性硬化症治療薬のフィンゴリモドなどが知られている。中分子医薬品は分子量数千程度のものが含まれる。インスリン、リュープロレリンなど一部のペプチド医薬品も分子量はこの程度である。 核酸医薬も、この中分子医薬品に含まれるが、バイオ医薬品である、ペプチド医薬品とは異なり、低分子化合物のように、化学合成されること、細胞膜を通過できるため、細胞内タンパク質をターゲットにできることが異なる。核酸医薬の薬物動態学としては、高分子、医薬品と同様に振る舞うため、蛍光投与はできない。核酸医薬とモノクローナル抗体との大きな違いは、 細胞内標的とも結合ができること、化学合成が可能であることである。拡散医薬は、モノクローナル抗体で、治療困難であった疾患での根本治療の方法として注目されている。拡散医薬は連続性毛細血管を持つ、脳、筋肉、心臓の血管内皮細胞を通過することはできないと言われていたが、アイニス社の論文では連続性毛細血管を持つ、 肺も有層性毛細血管を持つ象徴と同じくらいアンチセンスオリゴヌクレオチドが到達する。筋組織は連続型毛細血管を持つため拡散医薬は通過できない。しかし筋ジ,ジストロフィーのように筋細胞のエシ、再生が活発な病態では筋組織に効率よくオリゴヌクレオチドが取り込まれる。リボヌクレオチドとは拡散塩基と等の一種である D リボースとか ベータエヌグリコシド結合で結合した化合物である。天然のリボヌクレオシドにはアデノシン、グアノシン、シチジン、ウリジンの4種類がある。このうち A と G を合わせてプリンヌクレオシドと呼び、C と U を合わせてピリミジンヌクレオシドと呼ぶ。これらの名称は、各々のヌクレオシドの塩基成分の名称がアデニン、グアニン、ウラシル、シトシンであることによる。 リボヌクレオシドのリボース間のカラタン素原子は、ダッシュをつけた番号で示し、塩基部分の核原子は番号で示す。リボヌクレオシドの水酸元とリン酸元が結合した物質がリボヌクレオチドであり、RNA を構成する最小単位である。4種のリボヌクレオシドとリン酸化される水酸元の位置の組み合わせや個数によって色々なリボヌクレオチドができる。 リボヌクレオチドが互いに、リン酸、ジエステルを介して一本の砂上につながった物質が、オリゴリボヌクレオチドであり、RNA という。RNA 中でのリン酸の結合位置は、ヌクレオチドの5位酸素と3位の酸素原子である。相互的な塩基配列を持った一本、グサリ RNA 同士は、ワトソン、クリック塩基体で、逆平行に解合し2本グサリ RNA を、形成する。 二本グサリ RNA は11円基体で1回転する A 型二重螺旋構造を取る。一本グサリ RNA にそれと相補的な配列を持った DNA を加えた r n a DNA ハイブリッド二重螺旋は個体状態では A 型二重螺旋構造である。しかし溶液中では異なる構造を取っており、その特異的な構造が根に認識され、 RNA 差が切断されると考えられている。RNA を切断する酵素には RNA のみを特異的に分解するリボヌクレアーゼと DNA と RNA の両方を分解できるヌクレアーゼがある。哺乳類の結成中では核酸を酸末端から分解する酸エキソヌクレアーゼの活性が強く、さらにリボヌクレアーゼも存在するため体内に入った RNA は 迅速に分解される。特に一本グサリ RNA は分解されやすく、一本グサリ RNA に牛や人の血清を加えると30秒程度でほとんど分解されてしまう。そのため、生体内のヌクレアーゼに耐性を示し、生体内で効果的に作用する人工拡散がアンチセンス法や内包法の開発に必須である。リボヌクレアーゼとして、 古くから、その反応機構が研究されているものに、リボヌクレアーゼ A がある。ライボヌクリース A は RNA 中の、ホスホジエステル結合酸、モノリン酸とコス水酸元を切断する酵素である。生体内では、ライボヌクリース A の酵素反応機構と、全く異なるメカニズムで RNA を分解する、リボヌクレアーゼも数多く存在する。拡散医薬の分野でよく知られてる。 リボヌクレアーゼは、ライボーヌクリース H とライボーヌクリース3である。ライボーヌクリース H は、DNA とヘテロ二重差を形成している、RNA を酸水酸元とゴリン酸体へと切断する酵素である。またライボーヌクリース3は RNA、RNARNA 二重差の両側の鎖を切断し、同じく酸水酸元とゴリン酸体へと分解するが、その際に酸側に、 ヌクレオチド残機が2つぶら下がった、オーバーハング構造を形成するのが特徴である。ライボーヌクリーイス H は、アンチセンス DNA の生理活性発現メカニズムに、関与する。ライボーヌクリーイス3型の切断をするダイサーは、外来の2本腐り RNA を切断し、内を引き起こす、短い2本腐り RNA を生成するのに、必須の酵素である。 三キソヌクレアーゼ活性を持つ酵素として、実験室でよく用いられる酵素に、ヘビドクホスホジエステラーゼがある。この酵素は、DNA や RNA のリン酸ジエステル結合を、三末端側から、加水分解し、三水酸元ともリン酸に分解する。SVPD は新しくデザインした、アンチセンス核酸や、生体内の三キソヌクレアーゼに対する、 安定性の試験管内で予測するための便利なツールとして利用される。SVPD など DNA、RNA の両方を分解できるヌクレアーゼはリボヌクレアーゼとは異なり、RNA の2水産元を直接には認識していないと予想される。しかし実際には RNA の2を化学就職することでリン酸ジエステルの周囲の立体的環境や 静電的環境を変化させ、間接的にヌクレアッツェ体制を向上させることができる。そのような2くらいの就職期としては、メチルト2、メトキシエチルト3、アミノプロピルト2エチルトなど多数報告がある。天然の RNA や DNA の製剤としての問題点を改善するために様々な拡散アナログが報告されている。拡散分子のあらゆる部位が 化学就職の対象となり得る。核酸塩基部位に適切な化学就職を施すと相互的な塩基配列を有する核酸との日本差形成や塩基体認識機能を向上させることが可能である。また、糖部位を化学就職することで日本差形成能を高め、ヌクレアーゼに対する耐性を獲得することが可能である。しかしながら核酸塩基部や糖部への化学就職は、 多くの場合、多段階の合成ステップを必要とし、一般に全工程収率が低いという問題がある。また、頭部就職によって獲得されるヌクレアーゼ体制も不十分であることが多い。特に、オリゴヌクレオチドのすべての頭部を就職すると、拡散医薬としての重要な生理活性を失うことが多いので注意が必要である。例えば、すべての2位を メトキシモトやフッ素原子で痴漢すると、ライボーヌクリース、H 活性や内活性が失われる。リボース間の2位と4位が加強された、ローナも同様である。これらの生理活性を保つためには天然型と就職型のキメラ分子を用いることが多い。例えばセルナでは、プリン塩基には、就職を加えず、ピリミジン塩基の2を2回に就職を、 加えるという方法を用いることがある。リン酸部位に化学就職を施す場合、合成の出発原料として安価な天然のヌクレオチドを容易に入手できるというメリットがある。中でも天然型オリゴヌクレオチドの2つの非化強酸素原子の1つを別の原子や地漢器に変換したリン原子就職核酸は地漢器の種類によって使用性や水溶性などの性質や 相互的な拡散との日本差形性能を制御でき、かつ十分なヌクレアッツェ体制をほぼ確実に獲得できる。ローナは、オヒカ、コンセイ及びベンガルラにより独立に合成された拡散アナログであり、RNA の2くらいの酸素原子と4くらいの炭素原子をメチュレンで加強し、リボースのハイザーを C3 エンド型に固定したものである。これにより A 型ら旋構造が、 固定化され DNA、RNA と極めて安定な日本鎖を形成する。ミスマッチによる熱誘拐温度の低下が DNA より大きいため配列特異性が高いという特徴がある。またホスホロチオエート以上のヌクレアーゼ耐性を持つため医薬品への応用が期待されている。高い熱安定性を有するため標的配列が日本鎖や強固な工事構造を 形成している場合でも、相互差形成が可能であるという利点がある。一般には、毒性が低いと言われているが一部で感毒性が指摘されている。様々な応用例が報告されているが、ノーザンブロット、飲出ハイブリタイゼーション、マイクロアレイなどへの応用では、感度の高さから微量な RNA の検出に非常に有効である。特に標的配列が短い場合も十分な。 結合力を有するため、ミナの研究では必須のツールとなっている。またローナの組み込み数を調節することで異なる、プローブ間で TM 値を揃え定量性向上させることができる。アンチセンス拡散としても有用であり、メッセンジャー RNA の翻訳抑制やミナの機能阻害などの例がある。通常、ローナと DNA が混在したキメラで用いられ、 DNA とほぼ同様に様々な酵素反応に用いることができる。ただしライボーヌクリース H による切断を行う場合は DNA が続いた領域が必要となる。セルナに組み込めば高い特異性とヌクレアーゼ体制により効率が良くオフターゲット効果の少ないノックダウンが可能である。その他逆転者 PCR プライマーや各種 SNP 識別法などへの応用が行われている。ローナを用いたアンチセンス拡散の配列決定にはローナの組み込む数と位置が問題になる。ローナ同士は非常に強固なため二次構造やダイマーの形成に注意が必要となる。ローナによる TM 値の向上は配列や位置に依存する。ローナ数を増すにつれ一元期あたりの TM 値の向上は小さいものになるため、 通常は適当な間隔を空けて、ローナを導入する。ローナを増やしすぎると、部分的にマッチする配列とも結合してしまうため、適切な t m 値になるように設計する。ヌクレアッツェ体性は高いが、ライボーヌクリース H 活性はないため、ライボーヌクリース H 依存性のメッセンジャー RNA の分解をする場合は、キャップポーションを非就職 DNA とした。 ゲイプマータイプ ASO としてデザインすることが多い。ホスホロチオエイト核酸は、リン酸ジエステル結合部分の酸素原子を一つ、陽原子に置き換えたもので、ヌクレアーゼ体制がある。標的配列を、メッセンジャー RNA の翻訳開始部位付近などに設定し、立体障害やライボーヌクリース H による、切断による翻訳抑制に用いることができる。問題点としては、 結合が天然の拡散よりも弱いこと、タンパク質との人食い的相互作用による細胞毒性が高い。ゲン種が不正になるため立体異性体の混合物になるということが挙げられる。ゲン種の立体配置によってニホングり、RNA の熱安定性やヌクレアーゼ体性が大きく異なることが知られている。東京理科大学の和田武氏らは、 リン原子の絶対的立体配置が完全に制御されたホスホロチオエート d n a および RNA の実用的な合成法を開発した。その後、オキサザホスホリジン法はホスホロチオエート以外のリン酸原子就職拡散の立体選択的合成法へ応用されている。モルホリのホスホロジアミデートはアンチセンスとしてよく用いられている拡散アナログであり、 リボースの代わりに、モルフォリンカン、リン酸ジエステルの代わりに、電荷のないホスホロジアミデイと結合を持つ。内ーヌクリース、H 活性はないが、天然の DNA、RNA より結合が強くかつ得意性が高い。他に、細胞毒性が低い、水溶性が高いという優れた特徴があり、細胞への導入法も確立している。主に翻訳阻害、 プレメッセンジャー RNA のスプライシング阻害、ミナのノのクダウンや成熟化阻害に用いられている。結晶タンパク質との結合性が低いため速やかに体内から消失する。ボラのホスフェートはリン酸の酸素原子をボランに置き換えた核酸アナログである。高いヌクレアッツェ体性を持ち、天然の核酸より使用性が高く毒性も低い。 ライボーヌクリース H や各種ポリメラーゼなどによる反応も妨げない。ボラのホスフェート化されたセルナは天然よりも高い内活性を持つことが報告されている。ニオーメチルカ RNA は天然にも存在する就職拡散である。C3 エンドウ型が優勢で熱力学的安定性が高く、ヌクレアッツェ体性は高いが、ライボーヌクリース H 活性はないため、 ライボーヌクリース、H ゾン性のメッセンジャー RNA の分解をする場合は、キャップポーションを非就職 DNA としたゲイプマータイプ ASO としてデザインすることが多い。2O、メトキシエチルカ RNA は、ミポメルセンのウィングポーションやヌシネルセンの全配列で用いられる拡散アナログである。結合力が強い拡散アナログとして知られる。ヌクレアッツェ体制は高いが、 ライボーヌクリース H 活性はないため、ライボーヌクリース H 依存性のメッセンジャー RNA の分解をする場合は、キャップポーションを非就職 DNA としたゲイプマータイプ ASO としてデザインすることが多い。アイニス社が開発した製品で利用される。拡散医薬は、アンチセンスオリゴヌクレオチド、ない、マイクロ RNA、アップタマー、でコイに分類される。ASO は、 核酸医薬の中で最も適用範囲が広いと考えられている。具体的には RNA のウイルスに対して使用したり、癌細胞のアポトーシス抑制遺伝子を抑制したり、するといった臨床応用が考えられる。ASO は細胞室内、核内のどちらでも効果を発揮することからタンパク質に翻訳される遺伝子だけではなく、 ミナや調査飛行度 RNA の機能を抑制することも可能である。歴史アンチセンスオリゴヌクレオチドは標的とするメッセンジャー RNA に相互的な DNA や RNA を延期配列特異的にハイブリダイゼーションさせ、タンパク質合成の発現を制御する。ASO の概念は1967年のビラコバラの報告から始まったと考えられている。 彼らは反応性元を持った核酸二両体の対象拡散への結合を報告している。一方、TS、SO、オーラは拡散オリゴマーを用いて RNA を選択的にマスクすることで RNA の機能阻害を試みた研究成果を1974年に報告している。彼らの試みは拡散オリゴマーを設計する際に細胞内への導入を視野に入れて リン酸ジエステル結合の不電化をなくす試み、すなわちトリエステル型核酸オリゴマを開発した点で高く評価されている。彼らはさらに1977年にメチルホスホネート型核酸オリゴマの開発をしている。これらに対してザメクニックとステファンソンらは1978年天然型核酸オリゴマを用いて培養細胞系で ウイルス増殖制御を成功させていることから ASO の最初の報告として引用されることが多い。彼らは鳥ン維メ細胞由来の培養細胞において RNA ウイルスであるラウスニクシ種ウイルスの3末端に相補的な ASO によりウイルス複製を抑制することに成功した。そして1989年に NIH グループが ホスホロチオエート型核酸オリゴマを開発し、アンチセンスオリゴヌクレオチドが大きく展開し始めた。2012年現在、ASO の標的となるのは、メッセンジャー RNA、プレ、メッセンジャー RNA、ミナ、クナウイルスゲノムなどが挙げられこれらの標的 RNA に対して、主治の作用メカニズムを介して、関連疾患タンパク質の制御を行う。 基準 ASO は RNA に結合するが等としては DNA がであり17から22延期ほどの1本、鎖であることが多い。1本鎖の ASO は未就職体では生体内で極めて不安定であるため化学就職を施すことにより安定性を向上させている。細胞内への移行に関する分子機構は未だ不明な点が多いが、細胞表面受容体や タンパク質と結合し、エンドサイトーシスによって取り込まれ、エンドソーム内に移行した後、エンドソーム膜を通過して、細胞質に入ると考えられる。エンドソームは、初期エンドソーム、後期エンドソーム、リソソームと成熟していくため、エンドソーム膜を通過できなかった ASO は、リソソーム内で分解される。ASO が RNA と相互作用するには正常機能を保持したまま。 エンドソームの段階で細胞質に移行する必要があり、その過程において様々なタンパク質との相互作用が報告されている。細胞内に取り込まれた ASO が標的遺伝子の機能を抑制するメカニズムは単一ではない。細胞質内で標的メッセンジャー RNA に結合し、リボソームへの阻害によりタンパク質への翻訳を阻害、細胞質内で メッセンジャー RNA に結合し二重差化して、ライボーヌクリース H の活性により、メッセンジャー RNA の分解を誘導、核内へ移行した場合も、メッセンジャー RNA や、プレメッセンジャー RNA に結合し、ライボーヌクリース H による分解誘導、プレメッセンジャー RNA の合キャップ形成阻害、ポリエフ化、エクソイントロンにまたがる領域への結合による、 スプライシングの阻害など、複数の経路による作用が報告されている。ASO の基準は、ハイブリタイゼーションアレスト機構とクレビッジ機構の2種類に分類されることが多い。ハイブリタイゼーションアレスト機構は、対象 RNA とハイブリッドを形成し、RNA に作用する分子群と競合する機構を言う。対象 RNA は切断など、化学反応を受けない。すなわち、 リボソーム、スプライソソームなどが認識する RNAV を ASO によって物理的に皮蓋する機構である。クレビッチ機構は ASO が結合することによって対象とする RNA を切断する方法である。根の作用が代表例である。D オリゴや PS オリゴなどが形成する RNA 二重差は根の良い機質となり、ハイブリッドを形成した部位の RNA のみが 切断される。この機構は RNA 切断後、それまで結合していた ASO が再度アンチセンス効果を発揮できる点で、ハイブリタイゼーションアレスト機構よりも効率的である。ハイブリタイゼーションアレスト機構とクレビッジ機構のいずれかしか機能しないということは考えにくく、どちらの機与がより大きいかということになる。また、ASO の機構を下記にまとめる。 ライボーヌクリース、H 依存性の ASO は12から20、塩基砂長で核酸管ン酸結合のホスホロチオエイト化した DNA を基本骨格とし、両末端の2から5塩基には、倒砂骨格の2部位を収縮した人工核酸を廃し、中央の8から10塩基には、倒砂骨格が非収縮である DNA を残したゲイプマー機構を有している。 就職拡散は二葉メチルカ RNA やローナが用いられることが多い。ゲイプマータイプ ASO と呼ばれる。これらの就職拡散によって、細胞内のエクソヌクレアーゼに対する耐性や、標的メッセンジャー RNA に対する結合親和性の飛躍的な向上に成功した。エクソンスキップ法は、ライボーヌクリース H ヒーゾン製の ASO を用いる。 目的の RNA に強固に結合するが分解しない基準でプレメッセンジャー RNA を標的とする。スプライシング調節部位に結合することで選択的スプライシングを誘導する方法や後、キャップ形成の阻害、三末端のポリアデニル化調節がよく知られた基準である。特にスプライシング調節を行う拡散医薬は SSO と呼ばれステリックブロッキング法の中では 最も開発が進んでいる。遺伝子内でスプライシングの促進、抑制に関わるモチーフは、エクソンの内にも外にも存在し、それらモチーフに SSO が結合することで、RNA 結合タンパクや昇格内、RNA などのスプライシング関連因子との相互作用を阻害する。SSO により選択的スプライシングの調節が行われ、 特定のエクソンのスプライシング促進、スプライシング抑制を誘導して、関連疾患タンパク質の調節を行う。SSO は、ゲイプマータイプ SO と異なりライボーヌクリーイース、H 誘導性は必要がないため、生体内安定性向上のため20から30、塩基の前兆に人工拡散を用いていることが多い。エクソンインクルージョン4は、 スプライシング変更することで遺伝子を発現させる方法である。目的の RNA に強固に結合するが分解しない基準でプレメッセンジャー RNA を標的とする。脊髄性筋縮小の治療薬であるヌシネルセンはエクソインクルージョン法を用いている。翻訳阻害法では目的の RNA に強固に結合するが分解しない基準でメッセンジャー RNA を標的とする。 デリバリー ASO の薬物動態学は、その他の高分子医薬品の薬物動態学と共通する点が多い。消化管から吸収されないため、非経口投与が必要なこと、毛細血管の透過性に制限があるため、不均一な分布を示すことなどが特徴として挙げられる。ASO の体内動態を規定する因子は、血中における相互作用、子宮体路化、 細胞との相互作用などが知られている。血中における相互作用で特に重要なのが血小タンパク質との相互作用である。ASO はその化学収縮特に核酸間リン酸結合のホスホロチオ A とかによりアルブミンをはじめとした生体内分子に結合して様々な臓器にデリバリーされる。ミポメルセンの体内動態はよく研究されているが、 ミポメルセンは90%以上がアルブミンなど結晶タンパク質に結合する。その結果、皮下投与したミポメルセンは腎臓と肝臓に分布する。アルブミンなどの結晶タンパク質に結合した ASO は子球体ろ化されない。天然型の核酸は結晶タンパクにあまり結合しないため速やかに糸球体ろ化され、体外に排出される。 エテプリルセンなどモルフォリの核酸は結晶タンパク質との結合性が低いため速やかに体内から消失する。細胞の取り込みには手術のレセプターが関与し細胞と相互作用する。プラスミド DNA は腸脈投与すると主に肝臓に分布するが、クッパー細胞や類同内皮細胞に多くは分布し、肝細胞への分布はわずかである。この結果は ポリアニオンの認識に関与するスカベンジャーレセプターが取り込みに関与するためと考えられている。なおガルナック就職した ASO はクッパー細胞や類同内皮細胞よりも肝細胞に分布するように薬物動態が変化する。ガルナック就職 ASO は肝細胞に特異的に発現するアシアロトウタンパク質レセプターを標的として肝細胞に特異的に取り込まれる。 細胞内への取り込みはいくつか報告されているが、エンドサイトーシスが中心である。ミポメルセイン以外に就職された ASO を、薬物動態学は拡散医薬のリーディングカンパニーであるアイニス社の人員、ハングラによって報告されている。彼らはノンコーディング RNA であるマラット1を標的とする ASO をデザインした。マラット1はな組織で発現しているが、 ノックアウトマウスが明瞭な表現形を示さないことが知られている。そのため ASO の薬物動態学の解析に適切と考えた。ASO をマウスに 50mg、kg で週に2回投与を4週間行い、最終投与の24時間後に臓器採取し、リアルタイム PCR 法でノックダウン効果を評価したところ多くの臓器で高いノックダウン効果が得られた。 肝臓、腎臓、脾臓などの腹部臓器のほか座骨神経でも高いノックダウン効果が得られた。脳では25から35%程度、脊髄では20%程度のノックダウン効果が得られた。インサイトハイブリダイゼーションでノックダウン効果が低い細胞も認められたがこれらは細胞への取り込みの差と考えられた。ASO は血液の関門を通過しないことが知られている。 ジーン・ハングラの報告では、脳や脊髄でもわずかなノックダウン効果が得られたが、公営 ASO 抗体で脳を免疫染色すると、神経細胞やグリア細胞に ASO を示す、傾向は認められなかった。彼らは ASO が作用したのは、神経細胞ではなく、脈絡層や、第3脳室や、第4脳室や脳室周囲器官など、血液脳関門を持たない部位でのノックダウン効果と、 考察した。ASO の設計 ASO の分子設計は ASO の分子構造、ASO の配列、ASO の機能化の観点から行われる。分子構造 ASO を医薬品として用いるための最低限の要件は厳密な塩基配列認識のヌクレアーゼ耐性、細胞内移行性、代謝性である。TSO らは研究当初から細胞内移行性に着目し、 リン酸ジエステル結合の不電化をリン酸トリエステル型にすることで消し去り、細胞内構成を高めようとした。それ以後、実に多くの就職核酸が ASO 分子として開発された。それらは核酸エティブリの就職、リボースの就職、リボース間自体の改変、リゲ元主間連就職、リンケージの就職に分類される。第一世代の ASO は主にリン。 原子間練習色によって設計されたものであり、とりわけ PS オリゴは最も優れたアンチセンス効果を示してきている。1990年代には第2世代 ASO が開発された。アイニス社が開発したニカラオアルキル型は第1世代よりも高い効果を示している。さらに BNA やローナなど改変されたリボース感を持つ第2.5世代の拡散医薬も開発されている。 その他、ASO の新規構造体設計時に求められる。ポイントとしては、RNA との結合安定性、ミスマッチ配列認識能、ヌクレアーゼ体性、ネ活性、科学的な安定性、使用性、または水溶性、タンパク質との結合性が挙げられる。配列 ASO が機能を発揮するためには、対象 RNA と二重差を形成することが必須で、ある。 しかし細胞内でどのように二重差を形成するのかは不明な点が多い RNA の工事構造中に一本差領域が存在しその部位に ASO が結合する場合と ASO が RNA 差の二重差領域の一方の鎖と競合的に作用して結合する場合が考えられる極めて安定なステム領域に ASO が結合することは不可能であるので 配列決定の際には対象 RNA の工事構造の情報が必要である。しかし RNA の立体構造の多様性は DNA の立体構造よりもはるかに多く、その決定法や評価法は確立していない。大阪大学のオヒカサらは2016年現在のこの状況を踏まえて ASO の配列のデザインでは標的 RNA の二次構造、 他の動物種とのホモロジー、ASO の二次構造、化学収縮、毒性発言に関わるモチーフ、オフターゲット効果、配列調に注目するべきと述べている。標的 RNA の二次構造がステムかループか、あるいはタンパク結合部位かによって、ASO のアクセス効率は大きく異なる。また、ASO 自体、ヘアピン構造やダイマー形成をすることで、アクセス効率が低下することがある。 ヘアピン構造やダイマー形成には、海分構造の配列の場合に起こる。高機能化拡散構造の収職だけでは、理想的なアンチセンス効果は期待できない。そのため ASO の分子設計の一つの方向性として ASO の高機能化が挙げられる。高機能化では高分子医薬品で利用される、様々な DDS の技術が用いられる。使用性物質や PEG。 膜頭化性、ペプチド、抗体などをコンジュゲートすることで、蛍光投与可能な ASO や血液脳関門を通過する ASO などをデザインするのが目的である。代表的なコンジュゲート物質として、使用性分子やビタミン、ポリアミンカチオン性元、膜頭化性、ペプチド、糖鎖などは、細胞内への移行性を改善させるために用いる。切断活性を有する元などを用いて、 プロドラッグ化なども検討される。歴史、ナイトは、外から細胞内に導入された日本ング RNA によって、配列特異的に標的 RNA が分解され、結果として標的遺伝子の発現が抑制される現象である。ナイが最初に報告されたのは1998年に、ファイアとメローラによる線虫を用いた研究である。 戦中ではそれ以前から一本ぐさり RNA を体内に注入することで配列特異的に遺伝子発現を抑制できることが知られていた。彼らはこの現象が実は調整した砂にごく微量に含まれている砂によるものであり、砂を用いることで効率的に遺伝子発現を抑制できることを発見した。生成して砂を除いた。 ツナではほとんど抑制効果を示さなかったのに対してツナを用いた場合はほとんどの遺伝子で95%以上もの抑制効果が見られた。その後、植物におけるコザプレション現象やウイルス感染から誘導される遺伝子発現抑制現象などが同様な仕組みで起こる現象であると判明した。基準内は細胞内に導入されたズナまたは セルナが引き金となって起こされる。細胞内に導入されたズナは、ナシブファミリーに属する、タンパク質であるダイサーによって21から25、延期程度の低分子 RNBA へ切断される。ダイサーは人や線虫において1種類、症状外では2種類、植物では4種類報告されている。セルナは ATP 依存的な巻き戻しを受けて一本差となり、 他の因子と共にリスクを形成する。リスクは、セルナをガイド分子として相互的な配列を持つ、標的 RNA を認識し、セルナの中央部分で切断して分解へ導く。標的 RNA を切断する活性を持つ因子は、スライサと呼ばれている。ダイサーによって作り出されたセルナは次のような特徴を持つ。セルナは、長さ21から25円期程度のズナであり、 三末端2に塩基の突出を持つ。またない活性には合末端のリン酸元が必要である。リン酸元を持たないセルナであっても、生体内でリン酸化を受けるためない活性を示すが、合末端を収縮してリン酸化を抑制すると活性は消失する。リスクの構成因子としてアルゴノートタンパク質が知られている。代表例はアゴニである。 リスク形成20から30延期の小分身クナに関しては共通するエフェクター複合体であるリスクに関して主に述べる。スモール RNA のうちセルナとミナは由来や構造は異なるが共に生合成の中間体として2本腐り RNA の状態を経由するためリスク形成過程には共通点が多い。セルナはウイルス感染など外因性の長い2本。 グサリ RNA や両方向あるいは逆位反復配列の転写などによる内因性の長い日本ぐさり RNA を潜具体としダイサーと呼ばれる酵素による切断を受けセルナ日本差として生合成される一方で皆はパル2またはパル3によって合成された一時転写産物が核内でドラ王者と呼ばれる酵素による切断を受けて 30塩基程度の日本差領域を含むヘアピン型の1000ぐミナが作られた後、細胞質に輸送され、さらにダイサーにループ部分を切り落とされることにより、ミナ、ミナ日本差として生合成される。セルナ2本鎖もミナ、ミナ2本鎖も、共に21から23塩基程度の2本、鎖 RNA であり、2本鎖のご末端には、リン酸モド 三末端には二塩基程度の突出構造を持つ。これに対して、スモール RNA のエフェクター複合体であるリスクには、アルゴノートタンパク質と一本鎖 RNA の実が含まれる。したがって、セルナ二本鎖やミナ、ミナ二本鎖がリスクを形成するためには少なくとも、アルゴノートタンパク質の小分子 RNA 二本鎖への積み込みと、 アルゴニュート中での日本鎖の引き剥がしと肩鎖の排出という2段階の反応が必要になる。この時排出される方の鎖をパッセンジャーさ、最終的にリスク中で標的メッセンジャー RNA に関わる方をガイドさと呼ぶ。セルナ日本さあるいはミナ、みな、みな日本鎖が日本鎖のままアルゴノートに入った状態をプレリスクと呼ぶ。 プレリスクは小分子 RNA とアルゴノートが自発的に結合することによって作られるわけではなく、HSC70 や HSP90 を中心とする分子シャペロンによる ATP の加水分解が必要であることが知られている。シャペロンは RNA と結合していないアルゴノートの構造を大きく変化させることにより、アルゴノートがセルナニホングサリアミナ、 皆日本鎖を取り込めるような状態を作り出していると考えられている。ピアナのような一本鎖 RNA もリスクを形成するがこの基準は十分に明らかになっていない。取り込まれた日本鎖のうちどちらの鎖がガイド差でどちらの鎖がパッセンジャー差になるかは RNA 日本鎖がアルゴノートに積み込まれる際の方向によってすでに運命づけられている。 アルゴノートの MID ドメインと PE ドメインの境界面付近にはリン酸基結合ポケットがあり日本腐り RNA がアルゴノートに積み込まれる際にはガイド差の後末端のリン酸残機がこのポケットに固定される。アルゴノートとガイド差のリン酸骨格の間には多くの特異的相互作用が生じることが知られている。一方でパッセンジャー差とアルゴノートの間に生じる相互作用は 極めて少ない。アルゴノートに方向性を持って積み込まれた r n a に本差は少なくとも2つの異なる様式で一本差化されリスクを形成する。RNA を切断する活性をスライサー活性という。アルゴノートの PV ドメインはライボーヌクリース H 様の構造を持っており、アルゴノートの中にはスライサー活性を持つものがある。例えば、 人や症状場への顎2はスライサー活性を持つが、症状場へ顎1のスライサー活性は、非常に弱く、人の顎1、顎2、顎4はスライサー活性を持たない。スライサー活性を持つ人やハエの顎2に、セルナ2本鎖のような完全に双方的な2本鎖、RNA が積み込まれると、パッセンジャー差の中央が切断される。この切断によって、 ガイドサ・パッセンジャー差間の熱力学的安定性は大幅に低下し、パッセンジャー差が排出され、ガイドサのみがアルゴノートに固定された状態、すなわちリスクが生じる。一方で、スライサー活性を持たないアルゴノートの場合、あるいは天然のミナ、ミナ日本差に多く見られるように、中央付近にミスマッチを含むような RNA 日本鎖がアルゴノートに取り込まれた場合には、 パッセンジャー差の切断は起こらない。しかし、それでもアルゴノートによってゆっくりと二本鎖が引き剥がされ、アルゴノートにしっかりと固定されていない方の鎖、すなわちパッセンジャー差が排出され、リスクが形成される。この時、二本鎖 RNA のガイド差の後末端から、数えて2から7円キメのシード領域あるいは12から15円キメの3サ,サプラメンテリー領域に、 ミスマッチがあると引き剥がしの速度は飛躍的に向上する。実際、天然のミナ、ミナ日本差は中央部分に加えてこれらの領域にミスマッチを含むことが多く、リスク形成における日本腐り RNA の積み込みとパッセンジャー差の排出の両方のステップに適した構造をとっていると言える。リスクの機能リスクは自身が持つガイド RNA と相補的な 標的配列を持つ RNA に結合し、標的を切断したり、翻訳の抑制や、ポリエーサの短縮などを引き起こす。一般に小分子 RNA が、どのように働くかは、スモール RNA の生合成過程よりもむしろ、取り込まれるアルゴノートタンパク質の性質に依存する。言い換えれば、スモール RNA は、アルゴノートを、標的 RNA へ導くガイドとしての働きを、 しているだけであり、実際の機能を発揮しているのは、アルゴノートタンパク質である。スライサー活性を持つアルゴノートがガイド差と双方性の高い標的配列に結合した場合には、パッセンジャー差の切断と全く同じメカニズムにより、標的メッセンジャー r n a を切断する。これに対して、スライサー活性を持たないアルゴノートの場合、あるいはガイド差と標的配列の中央付近に、 ミスマッチが存在する場合には切断は起こらないが、標的配列上に結合し、下流のサイレンシング因子を呼び込む足場として機能する。一般に、セルナは、相補的な長い二本ぐさり RNA から作られるため、セルナの配列は、自身が由来する RNA と完全に相補的であり、その切断を行うことができる。一方でナは、標的メッセンジャー RNA との相補性が、 シード領域に限定される場合が多く、一般に切断は行わずに翻訳抑制などのサイレンシングを誘導する。例外として哺乳類のミア -196 は、ホックス部8メッセンジャー RNA に対して、ほぼ完全に相補的であり、その切断を行うことが知られている。またセルナなどの小分子 RNA は一つの細胞の中で働くわけではなく、細胞間。 あるいは組織間あるいは世代間のシグナルとして働くことが知られている。シグナルとして働く場合もリスクあるいは何らかの RNA、タンパク質複合体としてシグナル伝達していると考えられている。デリバリー静脈内投与のような全身投与でセルナを作用させるには多くの障壁がある。セルナのみでは生体内で標的臓器及び細胞にデリバリーされないため、 何らかの形で DDS を付加する必要がある。リポソームやナノ粒子がよく知られた DDS であるが、コレステロール、セルナコンジュゲートも優れたデリバリー効果を示す。コレステロール、セルナコンジュゲートは2004年にセルナのベンチャー企業であるアルナイラム社によって報告された。セルナのセンス差の3末端にピロリジンリンカーを介して、コレステロールが結合したものである。 血小タンパク質であるアルブミンとの親和性を示し、セルナ単体と比較して、血中半減期が長くなっている。また、ヌクレアーゼ耐性化を目的として、ホスホロチオエット結合と二をメチル化が、なされている。アポリポタンパク質 B に対するコレステロールセルナ、コンジェゲート 50mg、kg で、腸脈内投与することで肝臓及び空腸において、 メッセンジャー RNA 抑制効果が認められた。レース PCR 法による内特異的なメッセンジャー RNA 切断断片を検出することでないが誘導されたことを証明している。2007年にはコレステロール、セルナコンジュゲートが LDL 及び HDL と相互作用し、その取り込みにはそれぞれ LDL 受容体及びスカベンジャー。 受容体クラス B タイプ1が必要であることも示された。本技術はセルナを静脈内投与により内を誘導した世界初の報告例である。使用性が高まるにつれ就職、セルナが結合する、血清タンパク質はアルブミン、HDL、VLDL に変化する。使用性が低い場合は腎臓に分布するが、コレステロール、 セルナ・コンジュゲートのように使用性が高いと肝臓に分布する。コレステロール、セルナ・コンジュゲートを血液脳関門を構成する脳微小血管内皮細胞にデリバリーした報告もある。また、東京医科歯科大学の横田らは TOC を結合させたセルナが高い肝臓、脳集積性と RNA 抑制効果を示すことを報告している。 コレステロールやトコフェロールのような使用性化合物、就職以外に重要な薬物動態を制御する就職として、ガルナック就職が知られている。ガルナック就職は、ポルフィリン症に対するセルナ医薬である、ギボシランで応用された技術である。ガルナック就職、セルナは肝細胞に特異的に発現する、アシアロトウタンパク質レセプターを標的として、肝細胞に特異的に取り込まれる。 ガルナック就職したセルナは、クッパー細胞や、ルイド内皮細胞よりも肝細胞に分布するように、薬物動態が変化する。この薬物動態変化は、セルナだけではなく、ASO でも同様に認められる。セルナの設計哺乳類においては、約30円期以上の長いズナを、細胞内に導入すると、抗ウイルス応答である、インターフェロン応答が生じ、アポトーシスの引き金となる。 pkr などが活性化され細胞が死滅してします。科学的に合成されたセルナを人の培養細胞に導入することで、インターフェロン応答を引き起こすことなく、効果的に標的遺伝子の抑制が可能である。配列、トゥーシャルラのグループが提唱した初期のガイドラインでは、以下のようなものである。まず、5。 三の非翻訳領域を避けて、開始コドンから50から100円気下流の翻訳領域からターゲットとなる領域を選択し、さらに GC 含量が50%程度のオットという配列を選ぶ。もしターゲット領域内でそのような配列が見つからない場合には AA もしくは CA で代用し対応するセルナを作成するのが良いとされた。またオーバーハングに関しては、 標的配列との相当性は必須ではなく、2u、または tt が推奨された。しかしこのようなガイドラインには根拠がないという意見もある。拡散、アップタマーとは、標的分子に特異的に結合する一本鎖の rna、または dna 分子である。その塩基配列に依存して、主自の三次元立体構造を取ることで、 標的分子に結合する。このアップタマーは、米国のギリアドサイエンシズ社が、RNA ライブラリーから効率よくアップタマーを識別する技術であるセレックスポーを開発している。その権利が、アークエミックス社とソマロジェック社のほぼ、独占状態である。抗体よりも高い得意性を持ち、科学的に合成できる、拡散医薬である。 権利の問題でアプタマーの実用化が遅れているという意見もある。加齢性ウォーハン症の治療薬である、ペガプタニブが唯一の実用化したアプタマーである。デコイ核酸とは、転写因子結合配列と同じ配列を持つ2本、グサリ DNA で転写因子と結合することで、目的遺伝子の発現を抑制する核酸医薬である。n f カッパ b のデコイが知られている。 n f カッパ b のデコイは n f カッパ b による転写活性化を抑制するが、ステロイドの抗炎症作用と重複しており、またステロイドのような多様な作用は示さず、より安全なアトピー性皮膚炎の治療薬として期待されている。3種類の毛細血管を示す。連続型毛細血管が毛細血管で最も一般的なタイプであり筋組織、皮膚、 結合組織、肺、外分泌腺、胸腺、神経組織などに存在する。連続性毛細血管では、分子量 1K 以上の水溶性分子はほとんど、透過しない。有層性毛細血管は、腎臓、腸管、脈絡層、内分泌腺など組織と血液管での迅速な物質交換を必要とする臓器で見られる。穴の小道は50から80ナノメートル程度である。 非連続性毛細血管は肝臓、脾臓、一部の内分泌器官、骨髄などで見られる。非連続性毛細血管では計1マイクロメートルを超えるものから50ナノメートルほどの小さい穴まである。拡散医薬を含めた高分子医薬品は毛細血管の透過性に性権が加わるため不均一な分布を示すことが薬物動態学上は最も大きな特徴となる。 薬の動体は、使用性や分子量や、電化などに代表される薬物の物理、化学的性質と、血流や臓器サイズなどの生態側の特徴で決まる。薬物の分子量が大きくなるにつれて薬物が移行可能な臓器や組織は制限される。特に脳や筋肉では、毛細血管の内皮細胞が連続内皮であるために、毛細血管の透過は制限される。 拡散医薬の基本単位であるヌクレオチドの分子量は310から330程度であり、就職拡散でもその値は大きく変わらないことが多い。拡散医薬では最小のもので分子量4000程度であり、日本サリア RNA であるセルナの場合は分子量13000程度になる。分子量4000程度の最小の拡散医薬であっても、 連続内皮の毛細血管を自由に通過することはできない。分布可能な臓器は肝臓、脾臓、腎臓、骨髄など有層内皮、不連続内皮から構成される毛細血管のある臓器である。例外として固形眼組織では正常組織と比べて新生血管の造成と血管壁の著しい透過性の更新があることから数十ナノメートルサイズのキャリアが固形眼組織に 集積しやすいことが知られ EPR 効果と言われる EPR 効果によって高分子が蓄積しやすい固形腫瘍には拡散医薬も到達可能である実際に腸脈内や腹腔内に投与された拡散はこれらの臓器に集積する傾向があるもう一つの例外が筋スジ,ジストロフィーにおける筋組織である通常は筋組織は 連続型毛細血管を持つため拡散医薬は通過できない。しかし筋ジ,ジストロフィーのように筋細胞の絵師、再生が活発な病態では筋組織に効率よくオリゴヌクレオチドが取り込まれる。分子量が約4万以下の高分子の場合、あるいは5ナノメートル未満のサイズの場合は、腎臓の糸球体ろ過も体外動態を決定する過程として重要である。 タンパク結合率が低い場合には、循環血液中の核酸医薬は速やかに、糸球退路化によって、血中濃度が減少する。またマクルファージなどの細胞に発現する、スカベンジャーレセプターなどは、ポリアニオンを認識し、これをエンドサイトウシスにより取り込み、分解することが知られている。天然型の核酸は、リン酸ジエステル結合を有する、ポリアニオンであることから、 コリアニオンを認識する機構により除去されることが報告されている。特に100ナノメートル以上のサイズになると肝臓や肺などに存在する鈍色細胞によって認識されやすく排除されてしまう。天然型のリン酸ジエステル結合からなる核酸はヌクレアーゼにより速やかに分解される。核酸医薬の作用は量反応関係があるため分解や消失による 濃度減少を抑制することは非常に重要である。核酸が体内で速やかに分解される現象の対策として、ホスホチオエット化に代表される安定化誘導体が開発されてきた。また多くの核酸医薬は人子球体のろ過の式位置よりもサイズが小さい。従って血液中で結晶蛋白質と結合しない場合は速やかに人排泄される。この過程は 分子サイズに依存することから、ポリエチレングリコールなどの高分子収縮や、高分子収縮やタンパク結合性を増大することで、速やかな腎排泄の制御が可能と考えられている。核酸医薬のようなオリゴヌクレオチドは細胞にとって不要であるため細胞内への移行は大きく制限されると考えられている。一般的に、 オリゴヌクレオチドを含める高分子は主にエンドサイトーシスによって取り込まれる。よく知られた核酸医薬のエンドサイトーシスに関わる受容体を下記のようにまとめる。細胞内移行後も細胞膜を通過していないためオリゴヌクレオチドが細胞質や核に移行する可能性は非常に低い。一般的にエンドサイトーシスによって取り込まれた分子はエンドソームへ輸送され、その後 加水分解酵素を含むリスソ,ソームへ輸送され分解される。膜等火星の乏しい活性分子の透過性改善を目的として DDS の分野では様々な方法が提唱されている。その多くは拡散医薬に対しても適用されている。その一例としてはコレステロールなどの使用性化合物を利用した就職が挙げられる。これは水溶性鉱分子である。 拡散医薬の素水性を増大することで、細胞膜との相互作用を高め、結果的に細胞膜を介する輸送効率を高めることを目的としたものである。コレステロールの他には、マクトカペプチドや静電化を有するアルギニン誘導体などを結合させる方法や、リポソームなどの脂質微粒子やポリカチオンなども開発されている。 拡散と細胞膜との相互作用の増大と膜構造不安定化により拡散医薬の膜透過性改善は実現可能と考えられている。細胞膜の透過に関しては一本鎖のアンチセンス拡散と二本鎖のセルナでは異なる点がある。アンチセンス拡散の場合は培養細胞の実験の場合は数百 Nm まで濃度を上げると細胞内に取り込まれるが二本鎖の セルナは取り込まれない。またアンチセンス核酸はゲイプマン型アンチセンスでも、スプライシング制御型アンチセンスであっても核内で機能するため核膜を通過する必要がある。セルナは細胞質で作用するため核膜を通過する必要はない。アンチセンス DNA を単独で血中に投与した場合、血中に存在する分解酵素によるアンチセンス DNA の分解。 腎臓からの排出およびアンチセンス DNA 自体が水溶性アニオン性鉱分子であるため細胞透過性が低いことなどから標的組織、細胞内に到達できず治療効果が得られない。セルナを利用した RNA 干渉はアンチセンス法に比べて標的メッセンジャー RNA を切断する効率が高く低濃度で効果が得られ、また配列を比較的容易に選択できる。 しかしセルナも標的組織、細胞内にデリバリーされて効果を発揮する点ではアンチセンス DNA と同様であり効率的なデリバリーシステムと組み合わせることが重要である。効率的なキャリアを設計する上で重要なことは生体組織との特異的な相互作用を極力小さくすることである。一般に細胞表面や血清タンパク質などの生体組織は アニオン性であることから、カチオン性のキャリアは強い組織吸着性を示し血中投与に適していない。また、キャリアの大きさを把握することも非常に重要である。5ナノメートル未満のようにキャリアが小さすぎると腎臓でろ過作用を受けて尿として体外に排出されてしまい、100ナノメートル程度より大きいと肝臓や肺などに存在する鈍色細胞によって、 認識されやすく排除されてしまう。固形岩組織では正常組織と比べて、新生血管の増生と血管壁の著しい透過性の更新があることから、数十ナノメートルサイズのキャリアが固形岩組織に集積しやすいことが知られ、EPR 効果と言われる。拡散医薬をデリバリーマイナスする微粒子キャリアには、リポプレックス、ポリプレックス、 リポポリプレックスといった微粒子キャリアが知られている。どのキャリアでも以下のような機能が付加されていることが多い。血中対流性や安定性の向上のために外角、または表層に PEG を用いることが多い。PEG 以下によって血液成分との一組的な相互作用が低下する。一方で標的細胞への侵入効率も低下してしまう。これを PEG のジレンマという。PEG のジレンマの解決のために、PEG の先端にリガンドを導入することもある。バイオアベイラビリティや安全性を考慮して、表面電化を調整することができる。細胞表面は負に帯電しているため、細胞表面へのアクセスを狙って、カチオン性の DDS 技術がよく用いられてきた。しかし電化を中性の非カチオン性にすることで、 生体内の一組的な吸着を防いだり毒性を低減したりすることもできる。標的指向性を高めるために表層にリガンドの導入が可能である。拡散医薬そのものにコンジェゲートさせる場合と比較して表層に導入するリガンド量の調整ができることから標的との親和性を調整できることが可能である。細胞表面の受容体に対するリガンド分子や抗体分子を キャリア表面に連結し、受容体解剤型エンドサイトオシスによって、目的細胞への取り込みを促進することができる。細胞に内在化してから細胞内に放出されるまでの動態を制御することができる。例えばエンドサイトオシスにより、細胞内に取り込まれた後に、リサイクリング経路によって、細胞外へ排出されたり、分解経路によって失効してしまうのを防ぐべく。 エンドソーム内では pH が低下して還元環境となる性質を利用して封入した核酸医薬を放出したりエンドソームからの脱出を狙ったりするためのシステムを搭載できる。リポプレックスリン酸基に由来する不電下を豊富に持つ核酸分子をカチオン性リポソームと混合すると静電的相互作用によって自発的に複合体を形成する。この複合体を リポプレックスという。基本的に、静電荷を帯びるリポプレックスは、不電荷を帯びる細胞表面に吸着後、細胞内へ効率的に取り込まれ、エンドソームから細胞室内に移行した拡散は、機能を発揮することができる。インビトロで培養細胞に遺伝子を導入するためのトランスフェクション試薬として開発された、主樹の価値音性脂質とエンドソームからの放出を高める、 膜融合性の中性脂質を混合したリポソームなどがインビボでも応用されている。ガラクトース、マンノースといった糖鎖や養酸などで表面を収縮してレセプターを介して細胞特異的に相達されるリポプレックスも開発されている。テクミラ社がリポソームの脂質成分を徹底的にスクリーニングして開発したスナルプがよく知られている。 膜融合活性に優れた独自の PHO 等性カチオン性脂質を含み、エンドソーム内の酸性環境下で中性からカチオン性に変化して効率的に膜融合を有機する特徴を持つ。パチシランはスナルプを用いて腸脈内投与にて肝臓にセルナを送達してトランスサイルチン型アミロイドーシスを治療する拡散医薬である。 ポリプレックスカチオン製ポリマーと核酸分子との複合体がポリプレックスである。高分子ミセルがその代表であり、主に悪性腫瘍を対象として開発されている。高分子ミセルでは PIC ミセルがよく知られている。東京大学大学院工学系研究科の片岡和則教授らは DNA を内核に保持し、外核を生態適合性物質で覆う。 ナノ粒子キャリアに注目している。PIC ミセルは、浸水性で、生態適合性の高いポリエチレングリコールさと、カチオン性高分子差を、ブロック状に連結したブロック強重合体が、水中で、ポリアニオンである DNA や RNA と、静電相互作用を駆動力として自律的に、多分子介合した構造物を形成したものである。PIC ミセルは、効率的に、 プラスミド DNA やアンチセンス DNA やセルナを内包することができる。しかし鎖腸の短い核酸を内包した PIC ミセルは安定性が十分ではなく、一定の濃度以下ではミセルの解離が起こってしまう。リポポリプレックスカチオン性リポソームとカチオン性ポリマーの両キャリアを併用して調整した核酸分子との複合体がリポポリプレックスである。 リポポリプレックスに PG 就職や膜、透過性ペプチドの導入を、はじめ様々な機能を組み込んだものが、北海道大学の原島秀吉らが開発した、面土である。組織内に局所投与する場合は、拡散医薬は分子量が大きいため周囲への拡散性が小さく、注入局所に止まる傾向がある。また、注入溶液による組織内圧の上昇。 針の刺入による細胞膜への障害などにより投与された拡散医薬が直接細胞質に到達する。これは拡散医薬よりも巨大なサイズのプラスミド DNA を用いた場合でも認められる現象である。神経疾患のみならず拡散医薬全般の最大の問題点は標的臓器または標的細胞へのデリバリーである。具体的には セルナは何らかのドラッグデリバリーシステムを付加する必要がある。一方 SO は核酸間リン酸結合のホスホロチオ A とかによってアルブミンをはじめとした血中の生体内分子と結合して様々な臓器にデリバリーされることが示されているがアルブミンの性質上標的臓器または標的細胞特異的なデリバリーにはならない。核酸医薬のベクターとして カチオニックリポソームや、それに、様々な就職を加えたものがある。これらのベクターの中には、効率よくセルナをデリバリーさせるものも報告されているが、肝機能障害を代表とする副作用が指摘されている。またリポソームはその性質上肝臓に集結するため、中枢神経系を含めた肝臓以外へのデリバリーが困難となる問題が存在する。 拡散医薬だけでなく、広く中枢神経疾患に対する治療薬を検討する際に、最大の問題点となるのが、血液脳関門の存在である。血液脳関門を通過する分子は、分子量500だあいの素水性低分子とされており、拡散医薬のような浸水性高分子を、血液脳関門を通過して脳内に薬物を届ける方法は未まだ確立していない。 各投与法の利点と欠点を表にまとめる。静脈内投与は投与した薬物が直ちに循環に入り、急速に結晶濃度を高めることができる投与法である。バイオアベイラビリティは1.0となる。筋肉内注射や皮下注射と比べると大量の薬物投与が可能である。短所としては、急速に結晶濃度が高まるため望ましくない作用も急激に起こりうること。 側線、出血、感染などの危険を伴うことが挙げられる。上脈内投与により血液の関門を通過させて神経細胞に拡散医薬をデリバリーさせる方法は少ないがいくつか報告されている。特定物質のコンジュゲートによって ASO を中枢神経へ送達する方法が知られている。膜頭化ペプチドを用いる方法、抗体を用いる方法、 脂質を用いる方法などがある。また、中枢神経系には相達されないが、N アセチルガラクトサミンは肝細胞内へ相達し、家族性、アミロイドポリニューロパチーの治療へ応用可能という点は、注目に値する。抗体のコンジュゲートの例としては、トランスフェリン受容体に対するモノクローナル抗体を ASO にコンジュゲートし、受容体解在性エンドサイトーシスの基述で、 中枢神経系 ASO を送達したという報告がある。マクトーカペプチドを ASO にコンジェネートする方法も知られている。アルギニンを多く含むマクトーカペプチドを用いると大脳及び小脳へ ASO を送達することができる。しかしアルギニンを多く含むマクトーカペプチドを用いた方法は血液脳関門への選択性が乏しく様々な。 臓王への拡散医薬の移行性を高める。副作用としては、行動異常、体重減少、腎障害といった副作用が報告されている。脂質ナノ粒子にトランスフェリン受容体に対するモノクローナル抗体を結合させ受容体解在性エンドサイトオシスの基準で ASO を中枢神経に送達するという報告もある。セルナではペプチドを用いて、 神経細胞に相達させたという報告がある。また、インスリン受容体やトランスフェリン受容体など、脳血管内皮細胞に発現している受容体に、対するモノクローナル抗体をリポソームに結合させ、セルナを内包してデリバリーさせる方法が、報告されている。また、セルナに、狂犬病ウイルス外核の一部の糖タンパク配列を、結合させる方法が報告されている。RVG は、 アセチルコリン受容体に対するリガンド配列となっており、アセチルコリン受容体は脳血管内皮細胞及び神経細胞に発現していることから、静脈内投与により神経細胞に特異的にデリバリーさせることが可能とされる。RVG をセルナに静電的に直接結合させる方法やエクソソームに RVG を発現させ、 セルナを内包させる方法などが報告されている。最大の問題は RVG の合成が容易でなく、医薬品化する際の生成は困難であると考えられている点である。クルコース就職公分子ミセルといったナノマシンも ASO やセルナのデリバリー方法となる可能性もある。拡散自体を就職するのではなく、血液の関門のタイトジャンクションを制御することで、 ASO をはじめとした、高分子医薬品を送達する方法も、考案されている。代表例が収束超音波法である。収束超音波法は、外科的処理を必要とせず一過性にタイトジャンクションに、作用して送達される。しかし収束超音波法は、無菌性の炎症を誘発すると報告されている。トリセルラータイトジャンクションに存在するアングヤリン -1 に結合する。 ウェルシュ菌のヨタ毒素由来のリコンビナントタンパク質アングビンジン -1 を利用して ASO を中枢神経系へ送達したという報告もある。また、脳血管内皮細胞自体を標的としたデリバリーも選択肢の一つとなる。脳梗塞や多発性硬化症といった脳血管内皮細胞が病変の場となる疾患だけでなく、 アルツハイマー病などの神経変性疾患においても脳血管内皮細胞が病変の一端を担っているという報告がなされている。脳血管内皮細胞に対する標的遺伝子の発現抑制の方法としてはセルナを大量の輸液とともに静脈内投与することで圧力をかけて投与する方法や HDL をベクターとしてコレステロール結合、セルナを 静脈内投与する方法が報告されている。血液脳関門と同様に、血液脳脊髄液関門を構成する、脳脈落層についても、中枢神経疾患の病態への関与が指摘されており、ASO を静脈内投与することによって、脳脈落層における有効な標的遺伝子、発現抑制が報告されている。皮下投与は、血症濃度の上昇は、筋肉注射よりも遅い。 感情な効果発現を特徴とする投与方法である。油性や見学性の薬物が投与可能である。短所としては少量の薬物投与しかできない点が挙げられる。拡散医薬を非下投与する方法も報告されている。肝細胞表面上のアシアロタン蛋白のリガンドとして N アセチルガラクトサミンが知られている。N アセチルガラクトサミンを化学就職。 セルナもしくは ASO リンカーを介して結合させたものが開発されている。最大の利点は、皮下投与が可能となる点であり、静脈内投与による方法と比較して、単回投与での有効性は劣るものの、複数回投与が容易であることから、家族性、アミロイドポリニューロパチーのように、拡散医薬を長期間投与する必要がある疾患に対しては有利と考えられている。 家族性アミロイドポリニューロパチーは神経疾患であるが核酸医薬が作用しているのが肝臓であり中枢神経ではないことに注意が必要である。脳室内投与は血液の関門を考慮する必要のない投与法であり高い有効性を保って核酸医薬を神経細胞へデリバリーできる有力な方法であるが最大の問題点は侵襲性が高いことである。 セルナと ASO のいずれも数種の報告がなされている。ASO は、静脈内投与と同様に拡散管リン酸結合のホスホロチオエイト化された拡散を用いることが一般的であるため、ドラッグデリバリーシステムを考慮せず、そのまま投与されることがほとんどである。一方、セルナについては、そのまま脳室内投与した報告もあるが、より高い効果を得るために、 各種化学就職を加えることや DDS 素子を結合させる方法が報告されている。また、通常2本ぐさりであるセルナを1本差にしたセルナも報告されており、その脳室内投与でハンチントン病のモデルマウスを治療した報告がなされている。随行内投与も血液脳関門を考慮する必要のない方法である。脳室内投与よりも新周性が 低いが処置が勘弁ではない。ASO は一般的に単独投与では血液の関門を通過しにくいことから随行内投与で臨床試験が行われている。化学就職をしたアンチセンソリゴヌクレオチドを随行内投与すると脊髄の神経細胞とクリア細胞にアンチセンソリゴヌクレオチドは取り込まれた。随行内投与の代表例が脊髄性。 筋じ縮症の治療薬であるヌシネルセンである。脳室内投与でセルナと ASO のいずれも神経細胞に相達されるため随行内投与でも同様に分布すると考えられる。警備投与は最も侵襲性の低い方法で、脳室内投与同様に血液脳関門を無視することのできる方法である。簡弁であることも利点であるが、微粘膜からの吸収率がとても悪いため、 それを向上させる、核縮風が必要な点と、局所濃度が上がっても、脳内全般に行き渡らない点が問題となる。化学就職した、セルナ自体を投与する方法やデンドリマーをキャリアとする方法が報告されている。いずれも、蒸気の問題点を解決する必要があるが、頻回投与などで解決できる部分もあると考えられ、今後の進展が期待される。拡散医薬は、 脂質のコンジェネートや微粒子キャリアを用いることが多い、ためウイルスに対する免疫系が関与することが多い。ウイルスに関与する免疫系は自然免疫系と適応免疫系の両者がある。自然免疫系の活性化によって適応免疫系が発動できる状況が準備され、適応免疫系の機能発現の一部は感染細胞や生態に不都合な分子を自然免疫系である。 鈍色細胞に取り込ませることによってなされる。核酸医薬は自然免疫系に認識され副作用が起こることがある。自然免疫系は正常の宿主細胞には出現しない分子や構造、すなわち細菌の細胞壁に存在する LPs、細菌や真菌の糖タンパク質末端の万能素残機ウイルスに特徴的なニ本グサリ RNA、ヒメチル化、 死と心サングラニンマイナスオリゴデオキシヌクレオチドなどの病原体関連分子パターン S 細胞組織から放出されるダメージ関連分子パターンを認識して活性化する適応免疫系で認識される抗原は突然変異により適応免疫系の監視から逃れるがパンプは微生物にとって宿主への感染能やコロニー形成に必須である感染性微生物は 自然免疫系の監視を逃れることはより困難である。パンプやダンプを認識するパターン認識受容体は、トール様受容体、ノット様受容体、リグ様受容体、C 型レクチン受容体が同定されている。マクルファージ、樹状細胞、リンパ球、上皮細胞、内皮細胞に発現している。適応免疫系の T 細胞受容体や抗体と異なり、 体細胞遺伝子組み換えは行われず多様性を持たない。トール様受容体は症状場への発生に必要な遺伝子として同定された。後に感染防御に必須な分子であることが判明したトールと相当性の高い遺伝子である。人では10種類の TLR が同定されている。微生物の構成成分を認識する TLR1、TLR2、TLR4。 TLR5, TLR6 は細胞表面に存在する。一方で DNA や RNA を認識する TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 は細胞内エンドソームに存在する。TLR3 がウイルスの持つ2本サリ RNA を TLR7 及び TLR8 が1本サリ RNA を TLR9 が ヒメチルカ CBGDN 米を認識する。TLR は特異的な分子によって活性化しに両体となり、アダプター分子と結合し、シグナルを下流に伝達する。アダプター分子としてはミド8 8がよく知られている。ミド8 8以外では、トライフ、タイラッペ、トラムなどがアダプター分子である。TLR3 と TLR4 のシグナルの一部は、 ミド88比依存である。TLR からのシグナルは、n f カッパ b やインターフェロン制御因子などの転写因子を活性化し、一型インターフェロンである EFNα、EFNβ や IL-1、IL-6、IL-17 などのサイトカインの酸性を誘導し、炎症を弱気する。パターン認識受容体から発生するシグナルは、 受状細胞をより強力な抗原定時細胞に誘導し、抗原ペプチドを T 細胞に定時することにより、適応免疫との架け橋になる。多発性硬化症の動物モデルである実験的自己免疫性脳脊髄炎では TLR2、TLR4、TLR7 や TLR9 の活性化によって増悪し、TLR3 の活性化は防御的に機能することが報告されている。 ノット様受容体は細胞質のダンプとパンプを感受する細胞質の受容体の大きなファミリーである。インフラマソームがよく知られている。a i m にインフラマソームは日本ぐさり DNA を認識する。また、NLRP3 インフラマソームは ATP、尿酸、有利脂肪酸などを認識する。NLRP3 インフラマソームは自己炎症症候群との関連が知られている。 リグ様受容体は細胞室に極材を示して細胞室内に侵入した外来 RNA を検知し一型 FA を産生する細胞内 RNA センサーである DNA は遺伝情報の運び手として知られる以前から鈍色細胞の郵送などの免疫応答を引き起こすことが知られていたしかしどのような分子が DNA を認識し 免疫応答を誘導しているかについては明らかになっていなかった。TLR 非存ゾ性の基準として、第 DDX41、i f i 1 6 SOX2 といった分子が細胞内 DNA センサーであるとする報告がなされたが、それらの分子が真の DNA センサーであることの確証は得られなかった。2013年にチェンラが DNA 刺激により、 セカンドメッセンジャーとして働く CGMP を算出する細胞内 DNA センサー分子としてクガスを同定した。クガスが DNA 配列や細胞種に関係なく DNA と結合しクギャンプを合成すること、そうして合成されるクギャンプが小胞体に極在するアダプター分子スティングを介してインターフェロンの算出を誘導することクガスのノックアウトマウスは DNA ウイルスの感染に対して抵抗性を失うことから細胞室内 DNA センサーとしての9月の役割が確立した以下のものが FDA で承認されている。ホミビルセンは1998年に FDA で承認された核酸医薬である。エイツ患者の CMV 性網膜炎に対するガラス体内局中するアンチセンス核酸である。 サイトメガロウイルス遺伝子の IE2 のメッセンジャー RNA を標的としているミポメルセンは2013年に FDA で承認された拡散医薬であり、全身投与可能な拡散医薬としては初である。皮下注射で投与する。ホモ接合型家族性高コレステロール血症の治療薬である。アパブ100メッセンジャー RNA を標的としておりたにから萌え就職がされている。 ヌシェネルセンは2016年に FDA で承認された拡散医薬であり、随液中に投与する。脊髄性スジー縮小の治療薬である。18塩基のアンチセンソリゴヌクレオチドである。すべての拡散がホスホチオエイト化され、ニモエの就職がされた RNA 誘導体になっている。このためライボーヌクリース H ゾン性のメッセンジャー RNA の分解は起こらない。 イントロンに結合することで、スプライシング機構を阻害し、エクソインクルージョンを行う。脳脊髄液内の濃度が4から5ヶ月保たれるため、投与開始時は2ヶ月で4回投与するが、その後は4ヶ月ごとの投与になる。ペガプタニブは2004年に FDA で承認され、2008年からは日本でも承認された拡散医薬である。 加齢性ハン変性症に対するガラス体内、極中するアプタマーである。VEGF と結合することで、血管申請を抑制する拡散医薬である。プリンがあるいはピリミジンのリボースの2くらいの大きが、それぞれフッ素元あるいは大めキに痴漢し、さらに PEG 差を結合している。エタプリーセンは、デュセンヌ型スジジストロフィーに対する治療薬であり2016年に、 FDA に承認された。モルフォリノオリゴを用いたジストルフィン遺伝子のエクソン51を標的としたものである。エクソンスキップ法である。東京医科歯科大学の西名、横タラは拡散医薬のデリバリーとしてビタミン E に注目した。彼らは TOC をアミダイとカシセルナの子末端に結合させた TOC セルナを合成して肝臓をターゲットとした。 生体内での TOC の生理学的輸送動態を用いたセルナのでリバリーを試みた。マウスに上脈注射し肝臓での標的メッセンジャー r n a の発現量を検討した。従来のコレステロール結合、セルナと比較して投与量を1、10に減らすことに成功した。次に彼らは TOC をギャップマー型 a SO へ応用することを考えた。 しかし脂質をはじめとした、各種分子を ASO に直接結合すると、ASO の有効性が減弱することが知られていた。そのため ASO に対して、双方となる両端を尿目で、化学収縮した RNA を合成し、ASO とアニーリングすることで、日本初の新規拡散医薬となる DNA、RNA ヘテロ日本サ拡散酸を開発した。ASO ではなくクラナノコ末端に、 TOC を結合させる TOC 波動を合成することで ASO に間接的に TOC が結合し ASO の有効性に対して干渉が少ないと考えられた。実際に TOC 波動は ASO と比較して20倍以上の有効性を示した。ローナーを用いた ASO は干渉外を示すことが報告されていたが TOC 波動では ASO よりも少ない投与量で 同等の効果を生じることから、投与量削減に伴う、肝障害の改善が示唆された。また、TOC 波動投与号のインターフェロン値の上昇は、認められなかった。波動は、クラナが核内で、ライボーヌクリース H によって切断され、DNA 差が ASO となって、メッセンジャー RNA と結合し同様に、ライボーヌクリース H によって、 メッセンジャー RNA が切断されることが想定されたが、クラナが細胞質で DNA 差と分離されること、最終的にライボーヌクリーンスで切断されるが、詳細なメカニズムは不明である。消化管から吸収されないのが高分子医薬品の特徴の一つである。大阪大屋大学の村上正宏は、東京医科歯科大学の横田孝則との共同研究でビタミン E 結合セルナを 脂肪酸などから構成される脂質化の粒子に組み入れることで世界初の長官投与可能な核酸医薬を開発したいわゆる座薬であるこの方法は既存の大腸デリバリー技術と組み合わせることで蛍光投与可能な核酸医薬を開発可能にする可能性がある脂肪酸は吸収促進薬としても知られているリノール酸を用いたありがとうございます